2000年に解散したブランキー・ジェット・シティ、ミシェル・ガン・エレファントやゆらゆら帝国と並ぶ正統派ロックンロールバンドのクソバケとしてファンから今なお愛され続けています。大きなセールスを上げたわけでもない彼らですが、日本ロック史の中で重要な役割を果たし、現在第一線で活躍するミュージシャンや芸能人に大きな影響を与えています。そして彼らの解散の仕方もまたユニークで、当時大きな話題となりました。今回はそんなブランキー・ジェット・シティの解散理由や再結成の可能性について紹介していきます。ブランキー・ジェット・シティのメンバーはボーカルとギターを担当したベンジーこと浅井健一さん、ベースの照井俊幸さん、ドラムの中村達也さん。現在のロック界で大物として君臨する人たちが集まっていたバンドでした。ブランキー・ジェット・シティは1987年に結成。90年、イカ天に出場したのをきっかけにメジャーの道を歩み出します。そしておよそ10年活動した後、2000年に解散を発表しました。名曲「赤いタンバリン」のリリースでロックファン以外の一般層にも人気となった矢先。まさにこれからというタイミングで突如解散したのです。解散の発表は朝日新聞の一面広告で行われました。新婦ハーレムジェッツの宣伝とともに解散宣言を添えたのです。最終的には同年のフジロックでラストライブを行い解散となりました。ライブの様子を伝えた音楽雑誌では次のように書かれています。ベンジーが最後の曲やるよと MC を入れる。その口調はまるで友達や恋人に話しているように優しく、いかに彼がファンを大切に思っていたかが切実に伝わってくるものだった。そしてベンジーはさらに何か思いついたような仕草を見せて、もう一言付け加えた。きっと世界中で音楽はすごい大切だと思う。その場面はまるで映画のように美しいワンシーンだった。ブランキー・ジェット・シティの解散理由には様々な説があります。新聞の全面広告で最高のアルバムができたので解散しますと宣言したため、ブランキーの最大限を出し切ったから、これ以上に良い活動はできないからなど、バンドの限界を悟ったことを理由に挙げる説もありますが、それ以前からブランキーには解散危機が何度もありました。1995年に初めての海外ライブを行った際には、メンバー3人が激しく衝突し解散を考えたといいます。しかし帰国後、代々木公園でのフリーライブで1万3000人を集めたことに感動し、解散案は撤回。それでも以降メンバーそれぞれがソロ活動を開始するなど、メンバー内で軋轢が解消されていないことが伺えました。そして解散につながる致命的な不協和音が起き始めたきっかけは、1998年に発表された7枚目のアルバム「ロメオの心臓」だと言われています。作曲を担当している浅井さんが当時世界的なバンドになっていたレディオヘッドの影響で打ち込みを駆使するようになりました。赤いタンバリンも収録されたこのアルバムでは、特にリズムパターンの随所に打ち込み音が入っています。中村達也さん特有の攻撃的なドラミングが控えめになった音作り、そしてドラムの代わりに打ち込みが多用された楽曲が多く採用された同アルバム。スリーピースバンドのサウンドを追求し続けてきたブランキー・ジェット・シティが電子音や機械的なリズムパターンを取り入れる大胆な方向転換は、ファンの間でも賛否両論を巻き起こしました。これはくしくもレディオヘッドと似た評価の受け方でした。結果、バンド楽器の味で勝負してきた他のメンバーから顰蹙を買い、関係性が悪化。当時すでにメンバー間の音楽性のズレはかなりデリケートな問題になっていました。浅井さんはブランキーと並行して結成したシャーベッツについて、シャーベッツでやったような音はブランキーに持ち込むことはねえ、遠慮があるんよ、それだけに摩擦が起きないようにしてたと、バンドとソロの活動の葛藤について語ったこともあったくらいです。ミュージックステーションに浅井さんが出演した際には、いろいろあるんですよと生々しいコメントをしてました。またロックバンドを続けていくにあたってぶつかるのは生活や収入との葛藤です。ブランキー解散前夜、
若年層はロックを離れてポップスに向かい、2000年代を前にして景気の悪化も進み、純粋なロックだけで食べていくのが難しい時代に入ろうとしてました。大きなスタジアムでライブをして儲けるロックミュージシャンとは異なり、ブランキーはライブハウスで生粋のロックファンが好き放題暴れることができるようなバンド。シンプルなロックバンドでなくてはならない。しかしセールスをおろそかにはできない。そうした葛藤がある中、音楽性の違いも明白になってきて、空中崩壊へとつながりました。ロメオの心臓に続く彼らにとってのラストアルバム、ハーレムジェッツでは吹っ切れた様子がうかがえます。本来のブランキー・ジェットシティの攻撃的なサウンドがよみがえり、前作で多用されていた打ち込みサウンドも控えられています。ブランキーはこのアルバム発表の際に、最高のアルバムができたので解散しますという言葉を残しました。ブランキー・ジェットシティに影響を受けたアーティストは大勢います。椎名林檎さんやグレーの二郎さん、元ジュディ&マリーの拓也さんなど、ブランキーファンを公言しているバンドマンも多く、嵐の二宮和也さん、パフィーの大貫亜美さんなど、アイドル歌手からも絶大な支持を得ています。お笑い芸人のバイキング小峠英二さん、千原ジュニアさんらもファンを公言しており、普段ミュージシャンや音楽を褒めることのないタモリさんさえブランキーを絶賛。 M ステで再結成してほしいバンドを聞かれた際、タモリさんはブランキージェットシティの名前を挙げています。ではブランキージェットシティの再結成はあり得るのでしょうか。一時期はメンバー同士かなり不信感を持っていたようです。ベンジーこと浅井さんがシャーベッツを立ち上げ活動している様子を見て、ドラマーの中村達也さんは、ベンジーが本当にやりたいのはブランキーじゃなくてシャーベッツみたいな音楽なんじゃないのかと心よく思っていなかった時期があったと語っています。しかしそれはあくまで音楽性の違い、人間として嫌っていたということはなく、バンドが解散してから現在までメンバー3人が一度にステージに立つことはありませんが、それぞれ共演することは意外と多いのです。浅井さんと照井さんはプライベートで一緒にサーフィンに行ったりもしています。また解散後のインタビューで浅井さんはブランキー時代の仲間について次のように語っています。中村達也はすごいいいやつですごい大好き、いつまでも好きだし、今はあんまり会ってないけど親友だよ、あんまり会わない親友。てるちゃんとは長い付き合いになってて、てるちゃんも俺も変化してるけど、てるちゃんにはサーフィンも教えてもらってるし、これからも多分よく会う親友になるんだと思う。事実、浅井さんが個人でリリースしたシングル「ぐっさり」では照井さんがベースを担当しています。中村さんも浅井さんの個展に来場したりと交流が続いているどころか普通に仲良しですよね。また解散間際のバンドは空気が険悪になり、楽屋も別々ということが珍しくありませんが、ブランキーは解散ライブの時も3人同じ楽屋で談笑していたとスタッフが証言しています。以上のことから他のバンドに比べるとはるかに関係性は良好のため、何か理由やきっかけがあれば再結成や同じステージに3人が立つ日が来るかもしれません。いかがでしたか。今後も懐かしいバンドやアーティストの気になる情報について紹介していきます。チャンネル登録をぜひお願いいたします。